まは、あれ、これ K じゃない？あ、ほんとだ！うわぁ！え、ちょっと！ちょ！なんか、スリーピー？スリーピーらしい！スリーピーが。ちょ！変えた？ちょ！ワクワク。ちょ！覗き見。ちょ！緑。赤僕たちが超中大イエーイ本日やる企画、はい、みんなのナイトルーティンを見てみよう。イエーイ。いや気になる気になる、はい、前回モーニングルーティンやったじゃないですか、はい、覚えてます、うん、覚えてます、はい、あれに続き今回モーニングルーティンからナイトルーティンへ。おこの中でさ、前回モーニングルーティン参加してないとこいない？ゆうかは動画撮った、動画撮ったけど見れてない。あ、うんうん、みんなとで、ゆうかは逆だよ、逆に、うん、見たけど動画撮ってない、うんうん、あ、そうか、じゃあやっと今回みんなのね、みんなで見れるね。一番怖いのはルルちゃん、ルルちゃん、じゃあルルちゃん、ルルはその日あの普通に会った、はい、だからなんかシンプル、ほんとかな、うんうん、通常のルルの夜言ったら、そう、ぶっ飛んでない、大丈夫、ぶっ飛んでない、ぶっ飛んでない。ルルちゃんがいいです、じゃあ見ていくか、ルルちゃんから見ますか。今はあの9時半なので、ご飯はもう現場で食べて、うん、昼ご飯は食べないので、うん、今からメイク落としてお風呂に入りたいと思います。ルルっぽいね。ということでメイク落としたいと思います。お風呂入ったの？うん、メイク前、メイク落とす前。あー、これからね、まだ。あ、一緒に出たんだ。そう、今から落とすよって。あ、家着だ、これが。そう、家着。あはは。ルルになった部屋着ね。家着だって。ということで、メイク落としたいと思います。めっちゃ眠たい。え、もう11時だ。はい。え、どうしたの？なんか一人でなんか始まったよね。めっちゃ眠たい。もう11時だ。メイクさ、これで落とす派なの、うん、シート、うん、え、そうなの、そうだよ。ちょっとお泊まり行った時も落とす時に、なんか自分の一応クレンジング持ってたの、そしたらルルがシートのやつ使って、はい、これ使い、これ使い、ルルはな、シートのとこ早いねん、これ使い。もうね、クレンジング持ってきたけど、シートで使うしかなかった。申し訳、嬉しい、嬉しいし、申し訳ないから、とりあえずシートでやっとこうみたいな。そうそうそう、分けてくれたんだよね。クロワッサンって薄いね。クロワッサン、クロワッサンって何？多分ね、トーストが薄いから。なんで？みんなも食べるときは、スクランブルやつ食べようね。やめたい。です。ガン見してこっち。うん、お仕事帰りか。あ、顔じゃない、顔じしてない、ルルちゃん顔がいないよ。ボロボロやったのよ、顔が。すっぴんにされないってこと？うん、もう表情が。あ、じゃあもうここから出ない。いや、嘘。おお、お楽しみや。これからか。期待しようぜ。ということで。出ないじゃん、出ないじゃん、出ないじゃん。これから、これから。だ、待って、段階踏むのか。フルから上がりました。パジャマかわいい、とりあえず歯磨きとかをしたいと思います。顔出るのかな、来るのかな。え、出ないじゃん、顔どこ行ったの。歯磨きとしても出ないじゃん。これから本当に、もう半分いってるよ。大丈夫ぐぇー、今日もお仕事です。すごく眠たくて、いつもはご飯作ったりして食べたりしてゴロゴロしてるんですけど、もう仕事帰ってきて眠たい日はもうすぐお風呂に入ってこのままベッドインします。今はスイカゲーム。待って待って、手の、ルル
らボタンの、ね、押し方がすごいプロ感すごかったよ。今はスイカゲームずっと連打したらどこまでいけるのか。みんな見た今左手え、こうだった。そう、やばい。え、ルルそんな動きできんの、でもなんかこの夜スイカゲームえ、すごくない。画面同時に画面見え、スイカゲームしてこんのこれ。スイカゲームしてこんの。でもね、連呼してたらなんか結構くっつく。集中してんね。すみー。おー、いきなりお休み。おー、大丈夫かな、最後。お、ちょっと入る。ルルちゃんのナイトルーティンを入りました。ね、なんかね、いつもは料理とか作ってた。もうそういうことめっちゃあるんだけど、仕事帰りはもうすぐお願いって寝るから。あ、じゃあシンプルな日のルル。あ、どっちかってことか。シンプルな時もあれば、なんかこう料理したりとか。そうそうそう。あ、え、待って、何に作れるの料理。おと、ルルが最近好きなのはうわ、待ってるの。ドローンバグ食べた。ガチうまい。え、他は？あの、パスタ作った。ソースから。お、ソースから。たら、明太子たらこパスタ絶対言ってるよね。明太子たらこ、たらこ、すごい。じゃん。ジェイ、ジェイ、ジェイ。最後の一言、うん、え、本当にマジつまんないかも。え、え、そんなことない。いや、いいんだよ。いつもの涼香を見せてくれればいいんだよ。おお、私かっけえ。いつもの夜の涼香を、夜の森の涼香を撮りました。いいじゃん。おもろいよ。じゃあ夜におもろかったし。初めからやったね。今日は夜ご飯にお鍋を食べたんですけど、あの飲み物を買い忘れて、私の家に飲み物がないということで、あのウーバーイーツをね頼みました。じゃーん、こちら。美味しそう。美味しそう。マジうまいな。こちらです。レモンチキンみたいなやつに、ね、フルーツが入ってるんですよ。ほら、女の子になってるから。何これ。いや、これ今ちょうどさ、この商品の紹介してるのよ。うわー、おいしそう。何これ。それを聞かないと。え、言って感じる。本当に飲みたいからガチで説明してきて、みんな聞いたりして。一番薄かったよ。なんか台湾で有名な飲み物で、めっちゃ美味しいです。チャーン。え、教えてくれてないよ。え、待って、待って中身の説明何もしなかった。言ってる。言ってる。言ってない。台湾の、台湾の、これ、そう、台湾オンリー。この後だって、この後だって。あー、こっち、みんなせっかち。え、何も言わないの。ねえ、やだやだやだ。ちょっと待って、なんだ。何やろって、ひどくない。やばいやばい。ねえ、やだやだやだ。ちょっと待って、倍速1、ここ、うん、3倍。ねえ、1は3倍もだよ。倍速じゃない。1は倍速じゃないよ。人飲んでるとこ見て、やだ。この飲み物は深夜の3時ぐらいまでやって。え、3時まで。よくお家にの、これからお風呂に入りたいと思います。え、あー、カラコンが出たかもね。そこも乗せてくれるんだ。うん、すっごいこっち見ながらクリーニングして。え、マジやばい。え、スキンケアです。見せてくれないの。あ、見せてくれてる。スキンケア中です。これ可愛くない？可愛い。撮ります。え、初めて見た、それ。可愛くない？え、可愛い。黒身だ。チャーム付きピン。可愛い。でーん。今のこれなんで。ねえ、誰で？チャーム付きピン。でーん。じゃあこの日元気すぎた。え、いいね。じゃあもう深夜対象やん。あ、ね。あ、だからか。だからだよ。あ、言って、あ、聞くことも分かんないね。1.2倍速って。あ、分かった。全然分かった。ね、やばい。なんかもうナイトルーティーンって朝よりやることなさすぎて本当にしょうもなくなってる気がする。え、大丈夫。え、なんか病んでる。大丈夫。大丈夫。最後ハッピーくるかと思ったら、ね、メンヘラタイム。メンヘラタイム。スイカゲームって。ミュー。あ、ほら踊った。すごい。え、見てなかった。待って、今の怖い。恐ろしい。ルルちゃんこんなになっちゃってるからね。え、そんな悲鳴あるよ。怖かったよね、今ね。本当に。ということで
なんすかこれ。水？いやこっちがなって。え、何？魔女。今魔女いた。夜寝る前はこういう感じのライトで、生きてます。で、私が寝る前にやってることだ。こちらめっちゃいいの。何？いきます。何？何？見えないの？匂い？あ、ミスト？画角どうなってるの？画角よ、画角やばい。やばい。マジ面白い。魔女と勝手にだ。こんばんは。あれ、JK じゃない？ここに帰ってきてからのナイトルーティンを撮ります。あ、大事。あ、いいよね。え、あれじゃん。なんか今からパラパラ踊ってそれな、これ何ですか？これ全然隠したね。あ、スピン？もうお風呂上がってるよねこれ。もうそこまで行って。あ、いきなり風呂入るんだ。はい。待って、もう半分。え、やばいよ。これで何やん。何で？待ってみよう。隠すね。おー、早い。早い。早い。これでも進むの早いもん。喋ってないよこれ。もう半分。ちゃんとね、串通して。え、コマ撮り？それな、コマ撮りだったよ。こんなの TikTok 出せるよこれ。出せるね、確かに。このままメールのナイトルーティン出せるね。出しちゃおう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 。お風呂入ってからなんだ。ご飯。え、ご飯なに？これは何なの？これは、ご飯食べ終わった後のね。食べ終わった後やばいやばい、早い早い。どうすんどうすん、どうなっちゃうの。あ、ハミング、あ、隠して帰るんだ。あ、止めて、止めて。あ、待って待って、これ好きだ。あ、なにこれ。あれ、急に、急に。すごいところ止めちゃった。ごめん、すごいところ止めちゃった。書いてる、書いてる。これなんですか。これは、なんかニキビの薬。あ、そうなんだ。わかるわかる。塗る前ね。あと4秒だよ。え、やばい。これであと4秒って何？おやすみで4秒いくじゃん。予想ね。予想も。おやすみでしょ。え、おやすみ？私無言でおやすみ。え、わかる。ルルも。無言派？じゃあまずリオカは。寝まーす。うわー、そっち。ワード系、ワード変えるから。そう。バイバイ。あ、バイバイ。めっちゃぽい。うん。おやすみなさい。あら、全然違う。聞いたまったよ、しねえ。終わりねえじゃん、ナイトルーティン終わりました。はい、もっともっといっぱいいっぱい撮ってたの。めっちゃ可愛い。そうなんだ。こんばんは。かわいい。私のナイトルーティン、ナイトルーティンを撮っていきます。今お風呂溜めてて、その間にこれ、お、じゃーん。ねねちゃんも使ってたやつ。リムーバー、マスカラリムーバーで。これも案件動画って。まつげを。ね。タイアップ。タイアップ。こんな感じでまつげが落ちるのを待ちます。可愛い。お風呂が溜まったので、お水を。おしゃれ。ちょっとね。ゆうかちゃん、バイバーイ。何？何かな今の顔は。今いたよね。なんか。え、いないよ。一体目一体目。一体目、一体目ポケモン。他に何体よくいる？いないの？分かった。一体よ。ルルちゃんとカウントして。分かった。よし、ナイスルルいけ。今から。これ巻いてんだ頭に。何？ちょっと待って。何？何じゃないのよ。初めまして。あるじゃん。この一瞬でみんな挨拶するんだよ。え？今からスキンケアをやっていきます。スキンケアしましょうね。ちょっと血色が増すぎたのでリップを塗りました。化粧水見て、ちゃんとピンターのピーン、ほら、え、すごいじゃん。これはね、目元に塗るとヒリヒリする。ヒリヒリって言ったら危険だから気をつけてねって言われた。これいいですよ。なんかさ、こういう濡れた髪が直接肌とか
洋服とかにつくのが本当に嫌で、絶対にタオル引かない。わかる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 。すごくわかります。マジ一緒。嫌、うん、だ。このここ濡れてるね。そう。水滴みたいに垂れてくる。すごいよね。首とかにさ、こうやってついた時。わかる。わかる。めっちゃわかる。できない。引いちゃうな。絶対タオル引かない。一緒。みゆちゃんわかってる。やっちゃう。パックは冷蔵庫に入るやつはなんか冷蔵庫に入れてひんやりしたのを使うのが好きです。私はもうとりあえず晴れたらいいです。こんな感じ。余ったやつで角栓拭きます。スキンケアはとにかく私は顔ベタベタになるぐらいやります。わかる。私の最後のスキンケアこちら。これいいよ。これね、リストアップ効果。これね、結構ね、少しでもこのクリーム結構伸びるのでちょっとでいい。これは9点で買いました。私はこのダイソーに売ってるカッサ、これの水色持ってます。マジ持ってます。ここは、まあ、大体塩してんだね。ね、本当は、うん、こうでもこのクリーム塗ってたら伸びるから、これこれしてか、ね、結構強くやってるよこれ。で最後にこう流すみたいな。すごいってちょっと。あとはここ耳の後ろのツボをします。言うよね、耳の後ろ。適当、人間なので私は気分でこの回数は、こんな感じです。私のスキンケアは終わり。スキンケアのアプリをやることが2つありまして、1つはこちゃんの自分の保湿。 YouTube やった方がいいかも。始めよう YouTube。 育成10万ごちゃごちゃでいろいろなんて言ってるか分かるかな、みんな。にあれから背景ちょっとボケてるから。そう、あ、そう、まあ、寸前につけた。2段階良くないかも。2段階でやるの。待って、すごい。2段階でも最近からね。やっぱ違う、伸びてる感じする。え、ラッシュアディクトはマジで伸びてる感覚する。やっと髪の毛乾かし終わりました。歯磨きはあのモーニングあナイトルーティーン取る前にもう取り終わっあ磨き終わっちゃったので、じゃ噛んだ、ね、もう磨きません。歯は綺麗なんで、あとは寝る準備をしていきます。寝る前は絶対に前髪を上げます。わかる。あとは枕カバーはシルクがおすすめです。マジで寝癖が減るし、髪への摩擦が減るから髪へのダメージも減ります。おすすめ。9店舗からね、2個入りで500円とか1000円しないで、ありがとう。なんかだからさ、ね、お休みだし嬉しい。バイバイ。あ、違う、あっちれ仲間入り、仲間入り、仲間すごかったね。待って、すげー、え、やばい、言った女子感じた、やばい。嘘、女の子の勉強になりました。ねえ、ルール何体言った？3体。最初なんか、あのアジアのインドっぽい、インドの人がいて、2体目が2体目なんだ、シュッてやった。あ、そうだ、いなくなる。3体目が何だっけ。ちなみに私はみんなと違って、あの風呂上がりからです。お、だからすっぴんです。なるほど、最初からね。毛なのでやりません。ホームのナイトルーティーンでーす。これでもカットしたよ。カットということで、あのみんなピン突っ込んでよ、はい、私突っ込んでほしかった今。待って、もう最初から突っ込んでほしかった。何ですか、右上のピンは。ねえ、ね、よくそう触れてくれました。ここね、動画撮ったんですけどカットしたんですよ。ちょっとコナンだよって言ってんだけど。あ、コナンなんだ。嬉しい。可愛いね。そう、コナンのピンってありがとう。ねるちゃんもこう言って。ということで、あの、はい、可愛い感じでちょっと一回アイロンしてきます。さすがにさ、モーニングやっぱり女は前髪命。あの本望さんね、お風呂上がり絶対やることが、うん、絶対なんだか分かりますか。何、アイスだよね。アイス、え、
アイスクリームアイスクリームなんか急にしたら登場したから、うん、あ、そうそうなんかびっくりしたけど、なんか寂しいなと思って一人で、あー、そうそうそう、ちょっとね、びっくりしたな。おばあちゃんと一緒にね、お買い物に行ったということで、おばあちゃんね、昨日行ったもん、ハーゲンダー使ってくれた、豆乳、豆乳、普通の味方、豆乳、おばあちゃん、しかもね、チョコレートとマカダミア入ってんの、やばくね、ハーゲンダーつって5分置くんだよね。じゃあ5分置きます。ねえ、見て溶けてくれるね。じゃあいただきます。みんな知ってる？サーティワンの今期間限定のコラボのフレーバーね。ハリーポッターのやつとコラボしてんの。サーティワン？え、なんか止まった。え、余韻浸ってるよ。誰か食べ行こう。え、そう、食べたら行こう。あのサーティワンのハリーポッターコラボ一緒に誰か食べ行きませんか。行きたい。え、嬉しい。え、何味？え、なんかキャラメルスベースなんだけど、そこにあのホグワーツ、ホグワーツじゃないグリフィンドールとか4つ両あんじゃん。行こうね。え、行く？本当に？うん、行こうね。行く。ありがとう。え、よかった、お友達いて。いるよ。いるよ。ありがとう。おいしい。待って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 。インヌ、愛犬のインヌが乱入してみよう。皆さん来ますか？かわいちゃん。かわいい。かわいい。うちの子。で、最近のマジのマイブームはスイカゲームをしながら出たよ、出たよ、スイカゲーム。これもね、好きなことするのをダブルで好きなことするっていうのがマジでたまらん。わかるわかる、いいね、いいよ。アニメ見てからこれでほら、うわ、ちょっと上、びっくりしよう。これアニメ見た時いや、どうしたんだよ。ゲームアニメ、ゲームアニメ、忙しい。来た来たー。ミキとドリっていうアニメがあるんですけど、それがすごいアニメ化してて面白くて、今期あと見てます。ミキとドリ、お父さんやスイカゲームからなんと3635ハイスコア。え、すごい。歯磨き終わったんですけど、最近ね、みんなね、唇の乾燥とか気になってると思うんだ。唇の乾燥とか時期で、時期が時期でさ、まあ、そんなみんなにおすすめしたいのはこれ。じゃん。うわ、キューレ。キューレ。キューレ。これマジで良くて、寝る前になんか本当に一回寝るだけで良くなる。寝る前専用みたいな。とって。楽なの。ビヨンキン YouTuber みたいな。あ、寝る前に泣いてるときじゃない。あ、ペロッペ入れちゃう。かわいい。かわいい。ダッフィーちゃんって呼んでるんだ、うち。いいね。おやすみ。鼻高っ。皆様、お2階着きました。自分のお部屋に着きました。最近、体調崩すことがあって、そっから、なんか睡眠時間とか気をつけようと思ったので、今日は、なんと、12時10分でございます。もう寝れる。おやすみ。あ、ちゃんとおしりね。ほら、手振ってくれてんの。おやすみね、おやすみ。私のこと守ってくれるって。じゃあ寝ようかな。でも、ホモさん、普通には寝ません。絶対何かしながら寝るんですよ。さあ、皆様、ホモあやかがすることとは何でしょうか。あ、待って、ごめん。じゃあ、それでは、ねるちゃん、お答えください。ねるちゃん、じゃあ。ねるちゃん、お答えください。ホモあやかが寝る前にすること、何でしょうか。おしっと、うん、はい。おー、かわいい。さあ、果たしてどうなるか、続きをどうぞ。はい、気になるの。違うって。あ、違うんだ。あ、そこです。何、どっち？こっち？ブブー、正解は、声優さんのラジオを聞いて寝るか、またはアニメを見るでした。それでは、声優さんのラジオを聞いて寝落ちしたいと思います。おやすみなさい。以上、本望のナイトルーティンでした。わー、すごい。すごい。うわー、買ってます。タブレットの。はい、ありがとうございます。よかった。なんかみんな違うんだね、本当に違うね、やってることが全然違うし、違う、ね、次さ、なんか逆に休日、休日の日、そういいじゃん、いいじゃん、それの休日の日、ああ休日、そう休日、休日あり、ほらやる、次、ね、次の企画決まりました。はい、明日5分で休日のルーティン、ね、休日友達と遊んだり、そうだよ、全然カフェ行ったりとか、いいじゃん、めっちゃ